こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問の答えで、オープンリムショットっていうのの、ミスショットが多いので、それどうすればいいかというご質問がありましたので答えていきたいと思います。まずそもそもオープンリムショットって何かっていうと、普通のショットはこういうこのダメに対してこういうふうにちゃんと当たるわけですね。ところがリムっていうのはこの縁のことなんで、この縁をこう同時に当てて、こうやってこうこの銅を鳴らしてしまうということですね。カキンカキンって音がすると思うんですけど、これをオープンリムショットと言います。クローズドリムショット、オープンに対してクローズっていうのはよく使うこのタイプですね。あのボサノバとかサンバとかラテンとかこういうの使ったり、こういうので使ったりするリムショットですね。これに対してオープンリムショットです。オープンリムショットはまあラテンなんかでもよく使います。リムショットがないとこうなんかパンチがないというか、ハードロック、僕もとハードロッカーだったので、ハードロックドラムに関してはやっぱりこうこの24のリムをいかにずっとかけ続けれるかっていうところがポイントなんで、これね、ある程度ポイントがあります。まずはセッティングですね。セッティングがちゃんと自分の、体に合ったところのセッティングになっているか。僕は特にオープンショットとそのノーマルショットをちゃんと叩き分けるので、例えばこうね、あの8ビートでもリムショットかけないとなんかジャズファンクみたいな感じに聞こえるでしょ。で普通すごくファンクにしようと思うとロック色を強くしなきゃいけないので、手でこうやって握り込んで叩かなきゃいけないんです。で回転させるっていうのがすごい大事です。これこのまま平行で落としちゃうとリムだけに当たっちゃう可能性は高くなるわけじゃないですか。平行だとね、ちょっとした角度で、でも回転させておけばグッて握り込めば当たる可能性は高くなります。こういうタイプで叩いてるとこうすかぶりが多くなるのに対して、これだとやっぱりすかぶりが減りますよね。というわけでちゃんと回転させて叩いて、あとは自分の体でこのリムショットにできる位置を体で覚え込ませて、できる限りその高さを再現しておくっていうのがすごい大事ですね。サイモン・フィリップさんの、僕は、ちょっとお手伝いをしたことが2年前ぐらいにあるんですけど、その時はもう彼は水平器を使って、ちゃんとこう全部メジャーで測って家のドラムと全く同じセッティングにして演奏してました。だから家で練習する時にかなり難しいパッセージをもう目をつぶってもできるようにしてあって、だからそのどこでも同じパッセージで叩けるようにしたいという、あ、こういうやり方だからこれ本当にワールドクラスで叩けるんだなと思いましたが、でもまあ僕が好きなタイプのエド・シグペンさん、僕の先生とかは、エド・シグペン先生はもう全然もうそこにあるドラムセットは何だっていい、もう場所さえ変えないって感じだったしね。でやっぱりスカブリするんですよ。だからスカブリもするし、まあ、ミストーンもミスタッチも結構あるんですけど、ただもうこうあの人の人となりでこう音が叩けてないのにそのこう聞こえてくるというか、なんか思いは伝わるんですね。だからある意味もう発音なんかどうでもよくて、お客さんはもうその勢いに飲まれてスタンディングオベーションしてしまうタイプのドラマーだったんで、僕はすごくそれが好きでいいなと思いましたね。だからこう僕はまあちょっとこうあんまり細かくこういうふうに決めてっていうのは得意じゃないの。どっちかというと結構大型ルースなんで、まあ、あるものそのまま使ってやるんだけど、特に飛び入りの時とかね、人のセットのなんかの時にあんまり変えると嫌がられるし、どんなセットでも対応したい、それはもうジャズだから仕方ないと思ってました。特にねポップスとかでもやっぱ対バンしてると相手のセッティングあんま変えたくないじゃないですか。そこに時間取られたくないしみたいなとこら辺なんじゃないかなと思いますが、だからもう自分のセットでずっとつまわれるんだったら、だから僕は一時期はもう完全にドラムセットを毎回持ち込んでましたね。で高さも合わせてやってました。だから最初に覚え込むにはその決めてしまった方がいいのかもしれないです。でそれを覚えてからは
あと対応することがだんだんできるようになったので、だんだんこうお店のドラムセットでもチューニング、僕チューニングかなり自分のイメージ通りできるので、もうそればっかり練習したんで、だからチューニングはもうお店のやつを自分の通りにもうピッチも合わせてやってしまって、そうすると別に高さってあんまこだわらなくてもいいかなって感じになりましたね。昔以前のりたけひろゆきさんとお話した時に、のりたけさんが今はずっとその他人のもうお店のドラムセットでペダルすら持ち込まないでやってて、スティックしか持ってこないんだよねみたいな話をしてて、あ、なるほどなと思って、要はどんなドラムセットにも対応できるような、いや、まあ今練習というかそういうふうに自分に課してるんだよねって言って見えましたね。まあそういうのもすごい大事だったりします。なので、高さはただある程度そこのセットなんだけど、ある程度高さは決めておいて、でそのそうするとスカブリは減りますね。で、うまくなってくると目分量で感覚でやっていくんですけど、やっぱり感覚だけでやってるとスカブリは増えます。仕方がないですね。まあでもそれを良しとするか悪いと思うかってところだと思います。ハードロッカーなんかだったら2回ぐらいミスショットしたらもうクビになっちゃうんじゃないですかね。要はもう2泊4泊命なんで、ということであるかもしれないということでございました。本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。